週のまたスーパーラップ、もちろん一発で決めなくてはならない。この最初の週、ここは非常に重要なことになります。56秒に自己ベストを持っている内藤、今シーズン自己ベストを更新して好調だというところで、どういうタイムを出してくるか。フューチャー枠のスーパーラップ、ここはちょっとタイムが上がっていなかった。6秒2の自己ベストを持っている内藤、また再び6秒前半、ここは欲しいところで割り出したが7秒6。さあ今再び第2シーズン1月に久々に自己ベストを更新、53秒915。1月自己ベストも更新。さあ立ち上がりちょっとふらついた1コーナー、さあ S 字からの第1アピ、3台のマシンで内藤セアマックスといきました。まだ自己ベストはそれぞれ出ておりませんが、黒川がどこまでこの1球で最後を進めることができるかどうか。やっぱりだいぶこの第1ハピンの立ち上がりがうーんと出ました。いい状態での走行はできておりません。タイムは出ないかというところ。